スマイルイエイイエイ。さあ今回はですね、快適な暮らしを桜島の灰から守るエクステリアをご紹介します。カーポートにサンルームなどなど、これまで様々なエクステリアを紹介してきた英徳レポーター。今回紹介するのは、はい、こちらです。ちょっと相変わらずキャラの濃いインフォメーション住宅産業の上鶴さん。これまでも確かな技術と豊富な知識で家のリフォームやエクステリアについていろいろと教えてくれました。今回ご紹介したいのはこちらの木調ガーデンルームタイプです。あ、木調、あ、ここ部分、はい、そうなんです。フレームがですね、木目調になっているんですね、はい、あ、なるほど、はい、すごいおしゃれですし、なんか木の温かみがありますね、はい、そうですね。家と統一感がある木調のサンルーム。今までのサンルームですとちょっとやっぱり浮いてしまうみたいなご意見もいただいてたので、うん、はい、非常におしゃれにサンルームをつけていただけると。英徳さん、どうですか？すごく広いです。畳3畳分あるスペース、洗濯物を干すために設置する方が多いそう。鹿児島って灰が降るからサンルームがあると灰に悩まされずに洗濯物も干せますよね。その通りなんです。ありがとうございます。イエイ。熟練の職人さんたちによって1日で組み立てられるサンルーム。頑丈な作りで建てたその日から洗濯物を干すことができます。さあ気になるのはやっぱりお値段。はい、お答えします、はい、税込み工事費込みでなんと49万8000円からご案内できます。そうなんですね、はい、すごい、ありがとうございます。営業から仕入れ、施工までを一貫して行うインフォメーション住宅産業だからこそ出せるこのお値段。オプションで床をウッドデッキタイプにすることもできます。天気を気にせず洗濯ができるっていいわね。いや、ほんと眺めいいですね。ですよね、やっぱりサンルームあると全然違いますね。すごい広いですね。広いでしょ。さあ、はい、到着しました、はい、ここはどこでしょうか？いや、私が聞きたいんですけど、ここどこですか？はい、なんとカーポートがあるところに移動しました。続いて紹介していただくエクステリアは台風など強い風にも負けない頑丈な作りのカーポート。さあ、こちらのカーポート、いつもご紹介している YKK のレオンポートネオなんですが、はい、ちょっと一部違いますね。どこが違うでしょうか？分かっちゃった。形、ここ？そうなんです。ですよね、はい、実はですね、はい、下を見てください、はい、敷地が斜めになってるんですね。はあ、はあ、はあ、はい、斜めの敷地にカーポートを建てるために屋根を斜めに切っております。すごい。今までにですね、多分複雑な土地で、あ、うちカーポート入んないんだろうなって思った方もいらっしゃると思うんですよ、はい、しかしこういった加工をすることによってさまざまな敷地でも対応できますので、ぜひご検討ください。雨や桜島の灰から愛車を守ってくれる機能的でおしゃれなカーポート。この他にも光を通して熱を吸収する熱線遮断ポリカーボネートを使用したものなど、さまざまな種類のカーポートを用意しているそうよ。エクステリアの設置、リフォームなど住まいのことなら、営業から仕入れ、施工まで一貫して行うインフォメーション住宅産業へ。ぜひ皆さん
さん、エクステリアで桜島の灰から快適な暮らしを守ってくださいね。はい、斜めカットもできるカーポートもぜひご検討ください。それではスマイルイエイイエイ。